こんばんは。スケさん、MJさん、バーバブさん、ライブさん、キョンシーさん、ありがとうございます。ゆうちゃん、かわいい、ふとくゆきさん、松田さん、ありがとうございます。あさって新潟で待ってますね、あさって新潟、新潟、今日はその新潟のやつの練習みたいなしてきましたよ。キヤくん、ピロシさん、おいでます元気さん、ありがとうございます。な、新潟のイベント配信あるね、ぜひ。インスタもさっき投稿しましたので、明日から雨。あ、そうなんや。また雨。今日は降ってなかったけど。新潟は晴れてほしいですね。忍者飯はもう残ってません。さっきなんか芋チップみたいな、さつまいもチップみたいな、美味しかった。食後のデザート、
秋。なんかコンビニとかに売ってる野菜チップみたいなやつも美味しい。それと似とる感じ。普通に芋で食べるよりチップで食べる方が芋好き。で今はグミ。そういえばブルーベリーも食べた。そう、今日もアサイーボール食べましたよ。インスタにも載せたけど、それはまた別のやつで、今日は普通にアサイー食べた。普通にね、店内で食べるつもりやったんやけど、ちょっと時間がなく急遽テイクアウトに変更して食べた。普通に美味しい。甘い、結構甘い。蜂蜜とかも入ってるけど甘い。高いんでしょって。まあ普通に定食とか食べれるよって感じではある。まあ値段で言うとね、そりゃね、全然定食とか食べれちゃうお値段ではありますが、もうちょっと安くしてくれたらいいですね。高級。置き換え？どういうこと？置き換えとは、あれはご飯かって言われたらご飯ではない。ご飯ではない。ご飯になるかって言われたらたらはならない。おかゆるさんって言った。かわいい。ふとみっちさん、ありがとうございます。
朝食ぐらいはなるんじゃない。去年のさ、ねえねえ、去年のさ、NST は1曲しかやってない？え？いろいろした気がする。嘘。うん、1期しかやってないの？別の話？あれ？そうだっけ？なんか1期しかやらんかったみたいなやつは違うやつか。え、待って、そうかもしれない。で、ま、で、ま、あれだ、そうかもしれない。そうかもしれない急な標準語そうかもしれない。あ、そう、え、確かに、あ、そうかもしれないそうかもしれない、やめてあれ、いや、なんか見たいと、今年は結構確かに曲数あるな、ある、ツアーの前日よね。うん、そう、衣装は覚えてる。制服？うん、え、うん、ひらひらのカラフルな、へえ、あ、ツアー衣装だ。うん、へえ、そうなの、うん、配信もあるみたい。息をする、ここだけや、あれ見てね、なんか持ってくぐらいあったような、え、なんかマックス時をやったみたいな、踊らずにやったみたいな、そう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 、うん、あ、一直のみたは、あ、そうなんや、うん、去年はそうだったみたいですが、今年は普通にフェスぐらいのね、うん、結構やりますので、ボリューミーです、マジボリューミー、普通よりするよね、うん、まあまあある、30分、何時やったっけ、16時から16時半、30分、メールで送ろうと思ってね、配信、配信あるんか、そうちゃん、みんみんさん、コートさん、ありがとうございます。
じゃあ鶏焼肉いけるかな。え？七並び。え？今月？え？今月？今月？ここ今月です。はい、今月ですよ。今月開催中ですよ。来月思ってた。今月です。今月高尾さんファン頑張ってますよ多分。やばい、やばい。高尾さん1位じゃないですか。高尾さん多分1位ですよ。感じない。今月です。もう9月なんで。私は100位以内まだ入れてるかしら。高尾さん1位ですよ。吉田さんちゃんと40位にいます。10ベットいっぱいやったら100位以内に入れるんで。これ見て、え、うん、おかげさまでおかげさまでおかげさまで、はい、これはいけますね、きっと。どれだけ良いお肉を食べさせていただけるのか。え、だってさ、もう今月もう、え、もう終わるやん、今月。もう終わる。ちょっとやっとこう、やっとかないと。ちょっと1回ぐらい適当にやろうか。お気流せながら、私も参戦します。そうだ、やっぱ肉を食べさせてもらうにはやっぱちゃんとやらないとね。ちょっとぐらいやっとかないと、ゼロ回で肉食べれないですよ。そうでは、それなりにやっとかないと。七並び、七並びはね、やり始めたら楽しいですよ。めちゃきのこさん、みのるさん、ありがとうございます。私40位意外と下がってないじゃない、みんな。あ、でも下がったか、結構上まで行っとったけん下がったか。気づいたらもう9月が終わる。え、9月なんか早っ、めっちゃ早く感じるかも。
一押しガチャが始まる時期、月末ですね。嘘なんだって言えない感じ、二人の最高潮、水着で充電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 、おーいしょよ。陽気？いや別にね、なんともない、普通ですよただ別に何って喋ることがないかも、何ってない、ノーマルノーマルテンション、めめ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 、虫の音、何の話やねん、そんなに音する、そんな配信に聞こえる、そんなに気になる、そんなそんな、確かに、え、そんな音、え、なんかそんな音する、うちら配信がなんか拾うんじゃない、変に聞こえてるよって、どんだけ大音量で聞いたのね、
音に敏感おじ、音に敏感おじ、確かに止まったわ。ここで変わる。こうやったらなんか音するけど、こっちやったらせん。なんかおる？なんかおるって何？え、そら外の音かな。え、めっちゃここで変わるわ。え、やってみて。ここなんかこっち行ったらなんかボーって、怖い。で、出てほら、わかる？そういうことね。待って、あ、ちょっと外の音、うん、なんかボーって言って手止まる。こっち止まるくない？え、このこ、え、違うかな、うん、こっちもなんか風の音かな。え、ほらさ、ずっとこうやってやったらこうやって、ブーンってやつやるの、ボーって聞こえて、こっち行ったらね、止まるよね。止まるわ。これは変わるんか。じゃあこれも変わるんか。ここで今こうでしょ今ここね、わかるかな。ほら、わかったか。わかったか。こうしてカープさん、奥行きさん、土屋さん、キャンパーさん、青鬼くん、クポンさん、ありがとうございます。音の質が違うって受ける。まあ外の音ですね、きっと。メールを送る、夜ご飯メール。
え、ドーナツ食べた？なんかもうお腹すいてきた。お腹がすいてきたな。まだ食べて1時間ぐらいしか経ってない。お菓子も食べた。ブルーベリーも食べた。なんかも食べた。ああ、芋チップみたいなやつ、チップ、お札チップみたいなやつも食べた。けどお腹が空いてきた。なんか今までと食感が違う感じる。今日立ち上がりました。家でもそんな感じ。そうだそうです。明日は何するんって。新潟前乗りや。え、言わん方がいいかな。いいよね。え、ダメ。新潟前やっぱ新潟行きません。やっぱ行きません。やっぱ行きません。行かないです。新潟行きません。で一回帰っとったらさ、6時間かかるんだよ。
帰りますとか言われんでよかったよ。もっと帰りますとか言われてたらちょっともうお尻が泣いてました。帰るよ。帰ったらバーベキューしに帰ります。バーベキューやりに帰ります。バスセンターのカレー食べれるか。でも前、去年か、去年新潟行った時にそうバスセンターのカレーをおすすめされて、なんかレトルトのやつ買って帰ったらお父さんに美味しかったって言われたけん、また買って帰るか。今度また新潟行くっていう話をしたら、前くれたやつ美味しかったよって言われたけん、あ、これは遠回しにまた買ってこいってことかな。バスセンターのカレー、サラは食べてない。ちなみに私は食べてない。そう、黄色いカレー、なんか黄色いけど意外と辛いと話題のやつ。食べたい。新潟、まあお米が美味しいかな。今日はメールをなんかいっぱい送っとるかもしれない。珍しく。え、お腹空いてるかもしれない。お腹空いてるかもしれない。か消化音。
いや、多分今メールで食べたものを送っとったけん、夜は。え、お腹空いてきた。昨日も夜お腹空いたって言っとったよね、うちら。夜お腹空いたって。お腹空いた。ヤジウマさん、クマありがとうございます。ビタミンさん、ガモーさん、リバプールさん、ありがとうございます。気のせいかな。満腹まで食べてないからお腹は空くよって、私のお腹を分かったように語るの。満腹に食べたかもしれんでしょうか。ブルーベリー食べて、今日はなんかパンも食べた、チョコ蒸しパンみたいな、なんかパンも食べて、グミも今食べて、芋チップも食べて、食べてるんですよ。インスタも投稿していますので見てくださいね。じゃんじゃんじゃん、いたたた。今日も買ってきたら、おっちに、わ、濃茶って言われた。濃茶調達。あ、いたた。昨日のどうしたか。濃茶、体脂肪減らすらしいよ。知らんけども。濃いお茶が好きなんですよ。これに慣れたら普通の多いお茶がめっちゃ薄く感じるんよ。薄ってなる。
テキン。今日も今日と瞬間で起きちゃったよ。今日はメールを、そうだよね、アサイのメールも送ったしね。1、2、1、あれ？1、2、3、4、お、基本3通ぐらいかなって感じだけど、5通送ったことになる。もう送っとこうかな。シーズンリコラボ配信、多分コラボ配信したとってどっちも多分喋らんよね。喋らんくない。喋れ喋れ。多分どっちも喋る。多分どっちも喋らん。そうそう、どうするか。うん、多分お互い画面を見つめる。数少なくはない。内心もなんかないよ、特に。モンブランさん、バーバーさん、スケさん、キヨシさん、ありがとうございます。博多弁トークとかないよ。ないですね、博多ラジオと。ラジオ、なんかさ、なんかさ、嘘くさく聞こえん。マンション、うん、帰ったら言うけど、全然。え、帰ったら全然言う？めっちゃ言うよね、うん、でもさ、広島帰ってきた瞬間、なんかさ、言わんくするよね。広島になる。え、そう、なんか言わんようにする自分がおる。なんかさ、博多弁って過剰反応されるのが困る。なんかいいって、いい、かわいいみたいな扱いをされるけんこそ喋りづらい。かわ
愛液に使っとるみたいな。え、そう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 。あるある。ナンシオンっていうか、でも確かにナンシオンとかも他の人は言わんか。ナンシオン。広島とちょっと似とる。やっけんとか、愛媛の人もやっけんっていう。あんまりびっくりされん。え、そう、やっけん、そういうのは言える。うん、けど、ちゃん、ちゃん言わんくなった、マジで。ちゃん、めっちゃ使いよってよ。うん、めっちゃ使っとったけど、使わんくなった、なんか。ちゃん初期とか言っとったけど。でも初期2期生割と自分の言葉、使っとったイメージある、ね、え、なんか混ざりまくっとったこの人めっちゃ凝ったけん。で、南は5人福岡おるしなんか南は関西弁意地でも言うし、なんかリネちゃんはジャガーンとか言っとるし、マジでなんか、うん、うん、もうなんかもういろんな、いろんな言葉が飛び交っとった。最初はこっちからしたらジャケーとかも新鮮やった。あー、ジャバめっちゃ新鮮やった、ね、なんかダンスの先生とかジャケーとか言ったらえっっていちいち思いよった。そうじゃん、そうじゃんって言った時、え、私待って待って、誰誰が言う待って待って、誰も言わんだろそうじゃん、そうじゃんって言ってえ言わんだろ誰もえ、そうじゃそうじゃとか誰も言わ言った言った、ね、誰ダンスの先生。あ、先生、あ、先生ね、びっくりした、メンバーが、メンバーがそうじゃそうじゃとか言っと、言っとんかと思った。え、でもメンバーも時々、あ、そうじゃ、あ、言うかも、しみさらとか言うかも、うん、そうじゃ、え、じゃん確かに言うかも最初はなった。でもさらが今でも気になるのは、これは方言なのか、うん、個人の問題なのかわからんけど、あずみんが、先生っていう先生先生、先生、関西、え、どこの言葉、当時先生っていう、当時なんかの、でも他の先生、でも千代さんとか別に先生とか言わんくない。千代さん、なんか先生、息をする心、息をする心、あ、なんか、うんうんうん、そういうのがある。ヘタレとかもじゃない。あ、うん、でもなんか先生って何みたいな、いつも気になる。アクセント、イントネーションめっちゃ気になるかも、うん、決めるか。どうぞ、メロクタ、うん、さら誰、親みたいな、メロクタ。え、そう、あずみん、岡田あずみですって言うくないじゃない？岡田あずみです。めっちゃ気になるそれ。なんかいつも岡田って言っとる。岡田奈々ですって聞いたことなく言わんくない？だって岡田あずみですって言っとるイメージ。あずみのイントネーションなんか結構強いかも。検査、ありがとうございます。福岡なんとか夜券、夜券
ちゃけど、本当の博多弁普通に喋っとるのみんなが聞くには、もう家におる時とか友達と喋っとるのをみんなが盗み聞きするぐらいしか機会ない。なんとかったい、なんとかったい、ちゃは言わんけど、なんとかったい。たまにメンバーに出るときある、不意にね、不意に出るときはあるけど。ジェリーさんありがとうございます。会社の博多出身の人は標準語だと違う、多分それは標準語にしないとって思って多分しとるんよ。なんか自分の中で博多弁を消しとるん。なんとかっちゃけどとか全然言うよ。なんとかっちゃけど、確かに福岡もイントネーションあるかも。なんとかやないって言うね。なんとかやない、なんとかやん、うん、なんかイントネーション、絶対そうやん、うんうんうん、そっち系なんかサクサク聞こえるじゃない、なんとかじゃないみたいな、そうじゃないみたいな、なんかやないみたいなイントネーション、それと一緒なんかな。あ、なんとかやもんとか、やもん、今日早く帰らんといけんもんみたいな感じ。なんとかやん、標準語割と好きよ、サラ標準語なんか良くない、あ、そうなんだとか言われる機会ないもん、福岡おったら。そうなんだ、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、標準語。並べます、喋りながら、やっぱいいや、やめます。もうよ、家に帰れば全然言うよ。トヨ、新しいところにできた、トヨ、それやないか、うちらお互いめっちゃ小声、なんか言ってる？すごくない？今世界中で、世界
中で考えた。そう、同じ瞬間に生まれてる人もおるってこと。今。わあ。絶対おるよ。今生まれました。今生まれたの。今生まれました。明日それにしたら最後6。今も命は誕生し、今も命は誕生するとか言って、今も命が誕生したとか言って、ちょっと考えたらいいよ。さ、クラスに2人おった。え、そうなの。サラプラス2人おった。え、その時ってさ、うん、性格にとる。え、でも男2人、2人男おった。似てなかった。似てないかも。いや、サヤゴロクもちょっと、なんか嬉しい、サヤゴロクのこと考えてくれて。じゃあサラが先に明日ツイートしようかな。サラゴ、サラゴ6。サラゴ6。一文字違い。先に、先に載せよう。どこしたっけ？今日？よく見たら吉田サラ。え、サラゴ6。うん。これどういう気持ち？え、何が？最後六。どういう気持ち？うん。これはその日に考える？それとも？急に降りてくるの。可視覚しとみたい。そう、降りてきて、それを、は、書いて。心臓が動いているから生きている。これは響かんかな。あれ？でも何かしら響く時があるの。誰しもね。ときめきは全てを解決する。どういう意味ですか？じゃあそれでいいや、ときめいたら止まらない。じゃあなんか考えてあげようかな。降りてきた。人間は日々地に足をつけている。ああ、だってね、ああだってあのね、最初の方ね、うん、2のねやった気がする。ああだってよ。地に足つけて
近いよ、うん、思考が、うんうんうん、今までで一番近いかも。メンバーに聞いてみて。いつもちょっと知らないの。考えようと思ったら浮かばんね。なんかリネタン見せたらリネは地球が回っているとか、うん、そういう気候それか、それ事実やん。そう、事実そうなんです。事実言ってるから。おう、生命の誕生。生命やな。生命はすごいから。格言むずいね。太陽もすごい。え、ちょっと大丈夫。大丈夫。あ、これ響きました。え、何？最終決定権は自分。あー、そうです。これはちょっと響きました。いろんな人に何言われようと、はい、最終決定権は自分にあるから。そうです。あ、誰しも響くものがあるね。そうですね。ちょっとこれ意味わからない、うん、頭も携帯も使いすぎると熱くなる。あんまなったことないです。頭熱くなったことないですね。熱いめっちゃ。頭熱くなったことはないし、嬉しいな、見てくれて、うん、あ、なるほどね。そう、地熱ね。そうそうそう、地熱ですよ。うん、前髪の乱れは心の乱れです。え、それは何？サラゴロク。サラゴロク出た。サラゴロク出ました。サラゴロク、何があったの？サラゴロク、写真フォルダと部屋は比例している。やばいって。そうなん。そうです。そうなん。前髪系は確か私は前髪までが顔って。ああ、確かに。まつげの上がりは気分の上がり。まつげが下がっているときは気分が下がります。サラゴロク始めようか。サラゴロク始めちゃおうか。美容系ですね。美容系でやろうか。ニキビの数はストレスの数。もうさ、もう別の意味で考えられるような。そうしようかな。
さあ、私はそろそろランキングの方かな。まあ出そうと思えば出せますよ。んー、じゃあ私はランキングですね。十三位福本さん、十二位奥行きさん、十一位おでませげんきさん、十位マグさん、九位りょうえさん、八位ビタミンさん、七位バーバブさん、六位めちゃきのこさん、五位やじうまさん、四位ピレスさん、三位ゆうちゃん、二位けんさん、一位赤色さつさん、ありがとうございました。それでは終わりたいと思います。インスタ見てねということで終わります。ありがとうございました。